低減比例は議会などの意思決定機関における議席配分の方法である。低減比例とは各地域が同じ人数を選出しないものの人口の少ない区域に対して厳密な人口比よりも多くの議席が配分されることを意味する。低減比例は次の実例に変わる方法である。低減比例はこれら二つの方法の中間である。用語としては 特定のどれかの方式を示していない。各連邦州における人口に対する連邦参議院での票数ドイツの連邦参議院では各州の人口に応じて3から6議席が割り当てられている。これは最も人口の少ないブレーメン州の定数が3で最も人口の多いノルトラインベストファーレン州の定数が6しかないことを意味している。各加盟国における 人口に対する欧州議会での議席数。欧州議会は、リスボン条約により低減比例性を採用し、欧州連合の加盟国には751議席が配分される。特定の公式というよりも、条約交渉により、各国の議席配分が決められる。ドイツ選挙区の議員あたり、の人口は83万9000人で、マルタ選挙区の議員あたり、 の人口は7万2000人である。ある区域に対して最低議席数を定めている制度では、いくらかは低減比例になる。米国選挙人団の一票に対する50州とワシントン DC の人口。州は総人口に基づいて左から右に並べてある。合衆国大統領選挙人団の選挙では、各州に最低3名の選挙人団がいるため、 人口が少ない州の投票者は国の平均よりも多くの一人当たりの選挙人を選出できる。ただし大統領選挙ではほとんどの州が勝者総取り方式を採用しているため大州の争奪が焦点となり人口の多い州の優位性もある。庶民委員において憲法の元老院議員条項により人口比例よりも多くの最低議席が割り当てられている。 オンタリオ州の1選挙区あたりの平均人口は11万1000人で、プリムスエドワードアイランド州は1選挙区あたり3万6000人である。また、ヌナブト選挙区の人口は3万3000人である。スペイン会員は選挙法により50の各県に2名の最低議席が割り当てられるので厳密な人口比例ではない。マドリード選挙区の1議席あたり、 の人口は17万9000人で、それや選挙区の1議席あたり、の人口は4万6000人である。日本では戦後の人口移動に対して選挙区や定数の是正が小規模であったことから、衆議院、参議院ともに低減比例であるにとどまらず、反比例となる逆転区も存在した。衆議院への小選挙区比例代表並立制の導入に際しては、激変緩和を理由として、 全都道府県にまず1議席を割り当てた残りの議席を人口比例で配分する一人別枠方式が取られていた。w i c a Source ベシックローフォーザ・フェデラル・リパブリック・オブ・ジャーマニーアーティクル51 w i c a Source トリティー・オブ・リスボンアーティクル1トリティー・オン・ヨーロピアン・ユニオンアーティクル 9EN ポーシャンメントインザヨーロピアンパーラメント2014アメンドメントハットウィカソースコンスティキューションアクト1867パート 451AN ハウスオブコモンズオブカナダメンバーズエレクタールディストリクツ当該記事の数字によるありがとうございます